劇作家の重信です。えすかのどいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、えー、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで。ええー、今度が始まる第一話でございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。続々始まっていきますね。新ドラマが。いや、そうっすね。でも、これ、れめちゃ面白いな。うん、そうですね。<laughs> なんか、あの。才能あふれる若手俳優の方たちが集ったっていう感じがすごくしますよね。すごいね。 ね、何かが始まりそうな予感がプンプンしてはい、はい、あの1分ぐらいのところ、はい、もうしょっぱらなんですけど、うん、やっぱあの須田さんと中野さんと神木さんやっぱりね、はい、うまいですねまあコントのところなんですけどもちろんだろうその多分そのコントをやっぱりやってるんですよね演じてるんですよね。なんだけど でもめちゃくちゃうまいですねこれ多分見たり聞いたりなんか練習してますね、うん、めちゃくちゃうまいですねフィ、うん、アリティがなんかこれよく見るよく見るって思いますもん、ねうんうん、そうですねこれね、うん、何でしょうね難しいですよねでもその状態をあの作るっていうのはすごく難しい,、ね、いめちゃくちゃむずいと思うだからどうしても聞いてしまって反応してし,し,してるんだよねだからめちゃくちゃうまく見えるんだけど、うんうん、そんなうまいやつはいないんだ本当は、うん <laughs> そうですよね。劇中劇の構造になってるし、まだその<ー>劇の中では売れてない。あのあ<ー>若手の芸人さんたちである。あ<ー>その人たちがコントをしているっていう。<ー>お芝居をしてるっていう。そうそう,そうそうそう。ね、その何層にもわたって難しいところを <laughs> さらっとされてますよね。これすごくいいところですよね。めっちゃうまいね。めっちゃうまいね。そうそう。なんかあの小劇場で、あ、見るわっていう感じが、なんかちょっとありますもんね。<laughs> なん <laughs> だろうリアリティみたいなものがね。で,で5分のねその後のね、まあ、5分のところのファミレスのところもねやっぱすごく上手ですね。はい、でそこはね、うん、劇中劇じゃなくて、あのー、みんなでこう話し合ってるっていうところなんですけど、うんうん、そこめちゃくちゃうまいですね。何、うん、かそうですよねなんか何気ない会話なんですけど、うん、そうなんですよね何かこうなんて言うんですかね何かが特別に起こるっていうことじゃない日常の 何か一瞬を切り取ったみたいなお芝居ですけどもやっぱすごいですよね。だからこれね1分と5分の間にコントの劇中劇もうまいし普通のところもうまいぞっても見せられたらもうあと全部うまいっすよこれ。言ったら言ったらそうなんですよ。もう絶対そうなんですよ。もうじゃあちょっとまあ一応一応6分ぐらいなとこなんですけど有村さんのマクベスを発見して涙を流すところ。 あるんですけど、いや、なんだろうな、まだまだ全然ね。うん、こう、あるんでしょうけど、でも、ね、うん、すごく体して、めちゃくちゃ反応してるんですよね。うん、ああ、だ素晴らしかったと思いますね。そうですね。その、彼女にとって特別な役、があるとしてね、うん、彼女にとって特別なことだったんですよね。その。うん、いや、もう、でも、そうですよね。なんか、芸能上場のホームページを一個一個見ていくっていうのは。<laughs> ね、並大抵のことじゃないし、相当の執着ですよね。あ<ー>すごく強い行動ですよね。はい。 はい、で次が11分、えー、須田さんと有村さんの短いけど、はい、すごくね、ここもね、やっぱね、うまいですね。うん、もうだから、もう、下手なところが正直はないんですよ。だから、その同じ感じで、19分のところ、3人で結成するところ、うううんんんすごくいい交流で、うまいんですよね、うんあのコ。コメディというか、まあ、コントチックなんですけど、うん、やっぱ全部聞いてるし、反応してるし。うん 体が響いてる、すごい,い,い楽器を持ってるし、素晴らしいです。うん。で、あの、ここ良かったです。二十一分須田さんと有村さんの泥酔のところ。<laughs> あ<ー>、<laughs> 面白かったですね。あのメロンソーダが生まれるところですね。<ー>はい。そう。<laughs> でも、その有村さん、ちゃんと酔ってる体を作っていて。うん。でも、それでも。その。 体をベースとして交流をしているからうん、うん、素晴らしいですよね。うん。<ー>そうですね、その状態から出発して相手と交流してるいる<で>ところですね、はい。そうそうそう、はい、その状態の限界値を使っているというか、うん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 。で、28分解散するかどうかの話ところ、ここもね、やっぱ素晴らしかったですね。うんうん、あー なんとなくわかるな、あるな、ある光景だよね、<laughs> これはね。そうですね、ああいうのはね、そのでも確かにね、そうわかる、<ー>そうですよね。あ,よねあの男3人の生活で、あの <laughs> スさンジョーラーじゃないですか、タ <laughs> オル巻いてて、で、あのフライパンから直接飯を食うみたいなのも、なんか。<laughs> <laughs> あの夏とかクーラーとかあんまつけられないからねああそうそうですねあとあのちょっと戻るんですけど多分9分ぐらいのところ劇場で後説するシーンがあるんですよねその後説終わってアンケートご記入ご協力お願いしますっていうのは僕はすごくリアリティを感じたところですねああ我々もやってるな っていう同じことをやってるなあっていう <laughs> よく見るよね。よはい。うん。あと三十四分ぐらいのところなんですけど、三<あ>人で。はい ラーメンを食いに行ってで解散しようかのところ中野さんの素晴らしかったですね長ゼリフと言いますかあのあの時もラーメン食ってたな食い終わってから行ったなみたいなあそこね体の反応素晴らしかったですねで交流も素晴らしいですね良かったと思いましたそうですよね涙が溢れちゃうっていうところをね解散したいわけない。 けどを、うん、しなきゃいけないっていう事情もあるっていう引き下がれちゃうところですよね素晴らしかったですね、うん、でもう40分のところ須田さんと有村さんのところ、はい、これもね素晴らしかったですね、うんもう 同じなんですね、結局もう体が響くし交流はできるしうん、うん、<laughs> 自由自在だし、うん、これはもう素晴らしかったですねもう本当に言うことないです素晴らしいですそうですね、うんうん、素晴らしかった、うん、素晴らしいですね、うん、もおもろいねおもしろいね今後ねコントが始まるんだけどねどうなるんだろう解散ちねまさ、えー、かのね さんから始まるとはっていうねどうなるんだろうっていうね感じですよねそううん,うーんでも俺1個だけこれは嘘だなっていうこれドラマの嘘だなって思ったとこあって、はい、あの2時間前に劇場に入ったっていうのはそれはねあのね嘘ですねあのセットはそ組めない <laughs> <laughs> 準備絶対前日からしてるから <laughs> その、ね、2時間前に入って OK なのはあの売れっ子だけです <laughs> そうだね、確かに<ー>確かに <laughs> それまあでもあの全然あのねドラマの嘘として楽しめるところなんですけどでもねやっぱねそう衝撃上の人間としてはそれはねちょっとね嘘だなって思いました、ね、<laughs> 全然でもあの許せる嘘というかあのねやっぱ盛り上げるドラマね博多行って戻ってきてっていうなんか特別な一日だからそうだね全然ねありだと思ったんですけどそう,、ね、そうそうそういやーう、ね、楽しみですねはいコントが始まる大調でございましたありがとうございました ありがとうございます。はい、えー、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。